にちは、俺ちゃんです。高台です。これよりウィークエンドレーサーズ、ラウンド2、ジュニアクラスのヒート2の模様をお送りいたします。ヒート1ではもうビリになって完全戦意喪失したんですけど、お昼休みにちょっとコースを下見してきて、ちょっとラインをね確認してきたので、ヒート2はねもうちょいなんとかなるんじゃねえかなとね思うんですけど、まあまあちょっとご覧ください。それではスタートです。さあ、とりあえずホールショットは撮りたい、ホールショットは撮りたいんですけれど、ダメ、ホールショットも撮らせてくんない、撮らせてくれない。相手はねあれ KTM のクロカンモデル XC の300だから、ツースト300ってね、もうそりゃもうとんでもねえことですよ。さあ、ヒート1で全くたどれなかったラインが参考なの、まだちょっとたどれてませんけど、でここもちょっとまだで、ここアウト行っちゃうと俺変な形でね、俺ダメなんで、かなりイン側に回って、で雨降っとるやないか、雨はやめてほしい、雨粒が俺のゴーグルの視界をダメにするからやめてほしいんですけれども、ああもうちょっともうわけわかんなくなってきた。とりあえずオープニングラップは2番手で、これいけんのかい、2番手でいけるのかい、一応2番手です。お昼休みにコース整備が入ったっていうことで、結構良くなるかなと思ったんですけども、あのね散水されたんだよね、さらして、いや誇り立ってなかったじゃない、誇り立ってなかったじゃない、水まくのやめてほしかったじゃん、ほら全然曲がれてないどうなんこれ、割れたからひでえな。ここもね、わだちがあってそこに引っ掛けて登る感じだったんですけど、そのわだちがなぜかね鳴らされててね、いや待ってくれと、そこのわだちは直さないでほしかったというね、俺の心の叫びは誰にも届かないわけですが、一応でもまあヒート1よりは走れてるかな。いや完全にね昼休みの間にねコース下見しといてマジ良かったわ。一応ヒート2のためにこの辺走ろっかなみたいなのをね確認しといたんです。一応そのラインに沿ってさっと走ってるんで、慎重に、まあなんとか今だ、なんとか1番手はもう先行っちゃったけども、2番手を今キープしてるというありさまです。じゃあさ、ヒート1の時もそうやっとけばよかったじゃんって思うじゃん。違うのよ、ヒート1の時は朝練習走行走った後さ、もうそのまま予選やってうんぬんかんぬんでさ、本戦走ったら思ってたと違う路面状況で俺びっくりしちゃったんだよね。びっくりしちゃったらさ、もう俺対応力がないわけ。いつも練習走行で走ってるラインでしか走れないから、ほんと応用量がなくてさ、例えばさ、どっか遠くに行くとするじゃんか、遠征とかで、ね、高速道路とかでもさ、俺サービスエリアはここで止まるって決めとかないとね、そこ止まれねえんだよ。もう急にトイレ行きてえから今目の前にあるサービスエリアに入ろうとかがね、うまくできないんだよ。もうなんか、あ、もうちょっとうまく入れないみたいな感じでどんだけ対応力ねえんだよって話だけど、それ生活に支障出んだろうって今思ったんだけど、まあ現にヒート1はね完全に走り方にね支障をきたしておりましたと。多分今ね俺の後ろねめちゃくちゃ渋滞してる、今めちゃくちゃ渋滞してると思うんだけど、もう知ったこっちゃねえよ、もう全員俺がインを塞いで前に進まないようにしてやる。完全にインを今塞いでますからね、ここアウト行っちゃうけど、いや結局ねタイムじゃねえんだよレースっていうのは。スタートで出ちまえばあとはもう全ブロックしてりゃいいんだよ、全ブロックだ全ブロック。あーとはいえ完全にやっぱダメですね。お昼休みにちょっと休憩して、ちょっと俺の体がねちょっとピキってまして、肩と首がねダメなんですよね。特にフープスはね完全にダメでした。怖くてさ、いきなりピキってくる、なんかあれ何なんだろうね、あのピキってくる痛みって怖いよね。
ちょっと後ろ振り返ってますけれども、振り返る余裕があるんだったら真面目に前向いて走れって話なんですけど、ラップタイムは1分2秒が1周目、それから1分2秒、1分3秒と、まあ一応ペースは守ってはいますけど、ヒート1の時はもうだんだんペースが落っこってて、2秒3秒最終的に5秒ラップタイムが落ちるというめちゃくちゃな1レースの間に5秒もラップタイム落ちることあるっていうね、もう完全にあの時心が折れてたし体も痛いして、あれダメでしたね。体の調子が悪い時は無理して走ってはいけないと、それをね強く学びました。あ、1分2秒36、あ、これがベストラップか今のところ。頑張ってんだね一応ね、俺なりに頑張ってるんですよこれが。いや、レース前はさ、エントリーリスト見て、あ、ワンちゃんこれ優勝いけんなと思ったんだけど、もう全然そんなことありませんでした。いやー、こんなに体痛くするとは思わなかった。もうしょうがないよ、筋トレでさハッスルしちゃったんだよね。筋トレでいつもよりちょっと気合を入れて、いつもふーんふーんみたいな感じやって、ふんふんみたいな感じでちょっとやってたら、朝起きたらさ、あの左半身、肩首がもうなんかすげえ痛みが走ってて、上向けねえし左向けねえし、完全にやらかしましたね。ぎっくり腰じゃないけど、ぎっくり首とかあんのかどうか知らんけど、まあそんな感じで、もう雨が降ってきてる。雨粒やめて、雨粒やめて、本当に雨やめて。だから昼に水をまくなと俺は言ったのに。さあまだ一応、いや、1分に、あ、ラップタイマーでも上がってんだな、俺頑張ってんだこれ一応頑張ってはいるんですけども、このペースはね維持できてない。どんどん、あー、ちょっとやばいやばい、ちょっとこれは、あー、ちょっとイン取られた、いやー抜かれた。でももうイン、もう並ばれてもさ、体がプッシュできないよ完全に。もう体がね、あなたもう無理だから、もう諦めなさいっていうような感じで、アクセル開けらんねんすよ。なんとか今俺3番手か、一応まだ3番手だから、この順位をなんとか維持したいし、なんとか追いかけていきたいと思ってるんですけども、あー、どうだ、あー、ついていけるのかなこれは。あー、もう抜かれたが、ちょっとラップタイムがちょっと落ちた。なんとかついていきたい、なんとかついていきたい。まだついていけてる、まだついていけてる。ワンチャンある、ワンチャンある感じかしら。もうすでに6周してるから、レース後半入ってますよね、入ってるんですよね。あと3周ぐらいかな。よし、インをちゃんと塞いで、インを塞げばね、これ以上順位は落ちることはないし、なんとかついていけてるから、どっかでワンチャンねえかな。あー、いつもだったらこと得意なポイントなのに、めちゃめちゃ苦戦してる。あー、滑る路面は苦手です。滑る、あー、滑る路面はマディってことマディじゃないんだけど、滑るってのとちょっとね、ラインがやっぱよく分かってねえな俺。そしてフープスがね、完全にね、どうしていいか分かんなくなっています。アウトにはらんでしまったところ、モップトップさんに刺された。ラップタイムは落ちてなかったのに刺されるってことは、もう完全にあかんちゅうことですわ。よし、分かった、よし、分かった。一応俺これヒーローだと、俺はジュニアクラスなわけだ。で、前の2人はヒーローだとミドルクラスなわけだ。で、前の2人は2人ともヒーローズのミドルクラスで、あのヒート優勝したことがあるんですよね。だからつまり2人は俺と同じだから、今俺に勝ってんだから、2人ともジュニアクラスに出れるというわけですよね。わかるよね君ら2人とも、あの次のヒーローズジュニアクラスだからね。わかる？まあ408のレースだったら俺もミドルクラスに下がるけれども、なんか408コース改修があって、なんかすげえコースになったらしいからさ、まあそれはいいんだよ。なんとかこのままついていって、もうこれ以上注意を下げたくないわけです。後ろ来てんのかな、
音は聞こえないし、一応ラップタイマー俺維持してるから、なんとかならんかな。これ後ろからは来てない感じかな。よし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 、ヒートファンはね全員に抜かれたからね。全員に抜かれたことって俺さすがねえよ。結構レースいろいろ出てるけど、マシントラブルとかさ、転倒とかじゃなくてさ、2位からビリに落ちるってなかなかないからね。まあしょうがないよね、ラップタイムが5秒も落ちてったからね、そりゃそうなるよ。あ、これあれ、これファイナルラップか。あー、まあでもファイナルラップなんとかついていけてるから頑張ったよ。体痛えのに。ほんとレース終わった後ね、帰り道ねずっと痛かったからね、うめきながらお家帰りました。あー、皆さん無理、あ、なんだこの煙、野焼きの火事か、違うわ。ああいう演出らしいです。あー、もうダメ、あ、ダメだから。あー、お疲れ様でした。悔しい。この動画がすごく良かったって思ったら、動画右下のサンクスボタンから投げ銭で応援をなしゃす。